こんにちは。ほのぼの一筆画、中尾つぎかと申します。大晦日です。1年間ありがとうございました。春先から始めて、まだまだひよっこですが、今後ともまたよろしくお願い申し上げます。今日はラスト、紅梅をそして白梅をミックスしたものを描かせていただきます。ちょうど今紅白歌合戦も始まったようですので、ぴったりかなと思います。はい、ではよろしくお願いいたします。あとで、おまけ画像としてこういったものもございます。ご説明しながらついでにお話ししていきます。はい、おせちに詰める和菓子一つ拝借してまいりました。はい、ではこちらに見えるところに置いておきます。こういう繊維の入った茶色のクラフト紙、セリアで買ってまいりました。それを4分の1に切って、もう使う絵の具は黒と茶色と赤と白、もうそれのみになってまいります。はい、枝はもう、思うところに、まあこれ今ガシャガシャとしてますけれども、ガンガンパッとこう、もう今年最後思いっきりバンパーンと行っちゃってください。はい、梅ね、いろんな場面で登場してまいりました。やはり凛としてて、ね、とても描きやすい題材です。もう皆さん もうあちこちでいろんな梅もご覧になっているかと思いますが、紅白でめでたく今年を終えようと思います。そして、来年に向けての、はい、また華やかなスタートとしたいと思います。はい、これでとりあえず枝ができました。はい、赤でもう普通の桜のマット水彩使っております。はい、大胆に大きく気持ちよく、はい、5つの花弁を、はい、梅はまた2月3月頃がとても、綺麗なんですけれども、私のちょっと近所にも綾部の梅林っていうのがね、兵庫県では有名ですけれども、見事な梅を咲かしてくれるので、またもちろん毎年行っております。はい、赤い梅を仕上げました。続いて白い梅、白の上もとても清楚でいいですよね。なんでしょうね、梅のお花ってなんかこう優しげでね、とても心が和みます。はい、まあ、今もう年末、今日本当大晦日でおせちの準備いろいろとお忙しくしてらっしゃる中、もしご覧いただいているようであればありがとうございます。はい、白の梅も仕上げました。まあ、枝ぶりはそれぞれお好きな感じで仕上げて、そしてこういう、金のペンですね、金のペンで花芯を、はい、赤はまだ絵の具がツヤツヤしてますけれどもね、はい、私も、ほとんど用意ができたので、こうやって、また皆さんにご覧いただけること嬉しく思っておりますが、おせちは、親が作ってくれたのをお昼に取りに行って、ただそれを詰めただけなんですけれどもね、やっぱり母親のおせちが一番美味しいですね。買うのもいいんですが、何だろう、何ですかね、母親の炊いた魚とか、まあ、ブリとかね、そういうのが最高にやはり美味しいです。はい、これ今ね、ちょっと足らないようなところは枝をこの黒の筆ペンなどでちょっとこうプラスしていただくと雰囲気が出たりしますね。はい、まあ、こういう感じで出来上がったものにちょっとバッグですね、こういう赤いものを添えていただく
と屏風になったりもいたします。今もうすでに出来上がったものがありますが、こういう感じですね。でこれちょっと見づらいですけれども、立てて前にお人形置いたり、お花一輪挿し置いたりして屏風にできたりもします。はい、そして、私が今回年賀状に使った絵なんですが、まあ、可愛く描いて、イノシシ2019年から2020年のバトンタッチっていうことでカード仕立てにして、はい、中にこういう赤い、メッセージ書くところにして、これ自体を封筒に入れて、ちょうど2つ折りでイノシシからネズミへのバトンタッチっていうことで年賀状作らせていただきました。到着したら生徒さんたち喜んでいただくかと思います。はい、そして、いつもこの時期になるとこの年賀状をふと見てはニコッとしちゃうんですが、火箸と火鉢ですかね、あのこれ化粧用のコットンで仕上がってるんですけれども、まるで真ん中に日の丸があるようで、言葉も大好きです。2キロ剣誓った新年3キロ増し、こんな感じですよね、1年のスタートもね。はい、大晦日お付き合いいただきましてありがとうございました。また来年も、いろんな絵をご用意して皆様に楽しんでいただこうと思います。春先からスタートしましたが、たくさんコメントも頂戴して非常に励みになっております。では良いお年を、そして来年もよろしくお願いいたします。ほのぼの一筆が中尾月香でした。